え、ちょっとお母さんどこに行くんですか？ハワイだよ。ハワイ？そんなお金どこにあるのだろうか。その時私はハッとした。なんと娘の大学の入学金用として用意していたお金がなくなっていたのだ。あなたどういうつもりよ。俺は親孝行するんだ。その邪魔をするな。じゃあお土産買ってくるわね。そう言ってニヤニヤしながら家を出ていく二人。私は二人の背中を見ながらそっとつぶやいた。いつまでもあると思うな嫁と言え。私の名前はみゆき、46歳の主婦だ。夫のケイタと娘のリカ、そして義母の4人で暮らしている。もともとは親子3人で暮らしていたのだが、5年ほど前に義父が亡くなってから夫が無理やり義母を家に連れてきた。私は正直言って義母との同居生活は嫌だった。義母は私のことを明らかに嫌っていたからだ。最初にそう思ったのは結婚の挨拶の時。あら、なんだか地味な人ね。ケイタとは不釣り合いなんじゃないかしら。いきなりそんなことを言われて私は開いた口が塞がらなかったのを覚えている。慌てて義父が義母を叱り私に謝罪してくれたからよかったが、初対面でそんなことを言ってくるなんてものすごい非常識な人だなと思った。母さんがひどいこと言ってごめんね。別に気にしなくていいから。夫は後でそのように私に言ってくれたが、その時に義母に注意をしてほしかった。この人は直接義母に強く出れないのではないかと私は少し不安になったのを覚えている。それでも彼のことが好きだったから結婚した。それに同居とかはしないだろうと思っていたから。だが夫と暮らし始めてから私は予想していなかった嫌な事実を知ることになる。それは夫が亭主関白だということだ。結婚したからには仕事を辞めてもらう。え？あなた私に結婚後も働いていいって言ってたじゃない。最初はそう言ったかもしれないが、やっぱりダメだ。すぐに辞めて家庭に入れ。そんな、いきなり言われても困るわよ。会社を辞めるには最低でも1ヶ月前までには言わないといけないし。じゃあ絶対に今月中に辞めろ。夫はそう言って私に辞める以外の選択肢を与えなかった。私は結局1ヶ月後に会社を辞めて専業主婦になった。この時から夫に対して少し不信感を抱くようになっていた。この人はいざという時に私のことを守ってくれるのだろうか。そんな不安を感じていた時、私が妊娠していることが分かった。私が妊娠したことを夫に報告すると、夫はすごく喜んだ。でかしたぞ、みゆき。そんな風に褒めてもらえて、私はとても嬉しかった。そしてそれからというもの、夫は私にすごく優しくなった。大丈夫か、みゆき。あまり無理をするなよ。辛いなら出前を取ってもいい。母子ともに健康でなくてはいけないからな。つわりで苦しんでいる私にそう言ってくれて本当に嬉しかった。そして妊娠をしている時だけは義母も優しかった。みゆきさん、何か手伝うことはない？買い物とか代わりに行ってくるわよ。ありがとうございます、お母さん。義母は結婚当初から顔を合わせるたびに私をいびってきていたのだが、妊娠中だけは人が変わったように優しかった。だが出産が近づいてきた頃、再び嫌な出来事が起きた。それで生まれてくる子の性別は分かったの？義母と夫と3人でゆったりとお茶をしている時に義母が聞いてきた。はい、女の子だそうです。私がお腹をさすりながらそう言うと空気が凍りつくのを感じた。異常を察した私は夫と義母の顔を見た。二人ともゆっくりと目を閉じて開き、ため息をついた。やっぱり役立たずの女ね。え？俺たちが親切にしてきた時間を返せよ。ちょっとどういうこと？普通は最初に男の子を産んで夫の家族を安心させるのが嫁の務めだろう。え？私と主人の家計がここで途絶えたらどうするつもり？そんな。夫と義母は生まれてくる子供が女の子だと分かった瞬間、手のひら返しで態度を変えたのだ。それからは私がどんなに体調が悪くても気遣ってくれることはなかった。どうして晩ご飯ができてないんだよ。ごめんなさい、体調があまり良くなくて。妊娠は病気じゃないんだ、サボってんじゃねえ。
そうやって怒鳴り散らして夫は義実家にご飯を食べに帰った。私は体調が悪いのにずっと一人にされて心細かった。そして娘が生まれてからのことも不安に思った。もしかしたら娘のことも存在に扱うのではないだろうか。そんな不安を抱えながら私は出産をした。娘が生まれると夫も義母も可愛いと言って嬉しそうに娘を抱いていた。その様子を見て私はほっと一安心をした。とりあえずは娘のことを大事にはしてくれそうだ。実際夫は娘を溺愛していて仕事も早めに切り上げて帰ってくるようになった。夫が娘をあやしてくれるおかげで私は夜にゆっくりお風呂に入れたし、その隙に作り置きのおかずを作ったりすることもできた。だが私への態度は相変わらずだった。日中にリカの世話はちゃんとしてるのか？ちゃんと母乳を飲ませてるか？ちゃんとやってるわよ。リカに何かあったら許さないからな。そう言って私を睨みつける夫。これが妻に向ける目だろうか。喧嘩漫画だったらバチバチと火花が飛んでいる描写が描かれそうなほどだ。そして面倒なことに義母も頻繁に家にやってくるようになった。リカちゃんに会いに来たわよ。みゆきさん、お茶とお菓子をすぐに用意してちょうだい。私が家事をしているとか一切気にせずにアポなしでやってくる義母。やっと娘を寝かしつけて静かに掃除をしていたところだったのに、義母は娘を勝手に抱き上げて起こしてしまった。そして大泣きをし始める娘。ちょっとみゆきさん、リカが泣いてるわよ。お前が泣かせたんだろうと思いながら私は掃除を中断して娘をあやす。私がちらりと義母の方を見ると食卓でお茶菓子を優雅に食べていた。本当に自分勝手で私のことを存在に扱う義母と夫にはうんざりしていた。それから時が流れ、娘が3歳になって幼稚園に入ったので私はパートに出ることにした。家にずっといると義母がやってきてしまうし、それに将来的に娘の学費を貯めた方がいいと思ったからだ。だが私がパートで働くと言うと夫は反対した。お前は俺の稼ぎが少ないと文句を言うのか？なんてひどい嫁だ。そういうわけじゃないわよ。ただお金のことを気にせずに理科に十分な教育を受けさせるために働こうと思ってるのよ。私が娘を理由にパートに出ると言うと夫は少し悩んでいた。理科のためならまあ仕方ない。だが絶対に家事の手を抜くことはするなよ。分かった、それは約束する。こうして私もパートに出て働けることになった。どうして嫁なのに働いてるのよ。普通は家庭を支えるものでしょ。義母はそのように文句を言ってきたが、私は気にせずに働いた。義母と顔を合わせる機会が減ったので私はストレスが減り、さらに再び社会とつながることができたので、精神的にも金銭的にもパートを始めてよかったと思った。職場の人たちと会話をすることで他にも嫁姑問題とか夫とのことで悩んでいる人がいることも分かり、気が楽になった。そうして私はパートと家事を両立する生活を過ごした。あっという間に時は流れていき、娘も中学生に。だがこの頃に義父が亡くなってしまい、夫が義母が一人じゃかわいそうだからと家に勝手に連れてきた。この時から再び私の辛い日々が始まった。ちょっとみゆきさん、私は朝はパンがいいんだけど、あと目玉焼きは君にしっかりと火を通して。義母の怒鳴り声で朝を迎える私。義母は私が嫁いでから十何年経ってもずっと私のことをいびってきた。今までは離れて暮らしていたからとりあえず我慢できたのに、同居が始まってしまってからは逃げ場がない。私は精神的に本当にきつかった。するとそんな中、娘が私の味方をしてくれるようになった。おばあちゃん、どうしてお母さんにそうやってきつく当たるの？いやいや、私は姑として嫁を教育しようと。そんな感じには見えないよ。お母さんをいびって楽しんでいるように見えるよ。お母さんのこと苦しめないで。そんな、私は。娘に厳しく言われて義母はたじろいでいた。それからというもの、義母は娘がいる前では私をいびることをやめた。私と二人きりの時は相変わらずいびってきたが、それでも度が過ぎた時に娘に相談すると娘が後で怒ってくれた。義母は私が言い返しても何倍にも返して対抗してくるが、やっぱり孫には弱いのだろう。娘から責められるとおろおろとしていた。
娘が味方をしてくれるというだけで私はかなり気が楽になった。だがそれから数年経った頃、さすがに何度も娘に怒られたことで義母も娘に対しても言い返すようになった。そして夫に告げ口をして夫を味方につけようとしだした。そのため夫は娘を叱りつけ、私にもどういうしつけをしてるんだと怒るように。娘は義母の味方をする夫に反抗し、家の中は義母と夫対私と娘という構図が出来上がっていった。家の雰囲気が悪い状態が続きながらも、娘がこれから受験を迎えて大学に進学することを考えると、そう簡単に離婚には踏み切れなかった。だがそんな中で私の堪忍袋の尾が切れる出来事が起きた。それは娘の高校の卒業式の日のこと。今日くらいは喧嘩せずに家族みんなで娘の卒業を祝おうと私は思っていた。だが朝出かける準備をしていると靴を履く音が聞こえてきた。私は慌てて玄関へ。すると義母が大きな荷物を持って家を出ようとしていたのだ。え？ちょっとお母さんどこに行くんですか？ハワイだよ。ハワイ？どういうことですか？私と娘はこれからハワイに旅行に行くんだよ。は？何言ってるんですか？これから理科の卒業式があるんですよ。はあ、あんな生意気な小娘の卒業式になんか出て何が楽しいのさ。それなら私は私を愛してくれる息子と楽しい旅行を選ぶよ。そんな。私が義母の発言に驚き固まっていると、後ろからキャリーケースを持った夫がやってきた。ちょっとあなた本気で旅行に行くの？自分の娘の卒業式に参加しない親がどこにいるのよ。うるせえな。別に俺が行かなくてもいいだろ。今日から海外旅行を母さんと満喫してくるからな。娘をほったらかして海外旅行に行くなんて信じられない。そして私は他にも気になることがあった。そんなお金どこにあるのだろうか。夫は貯金が苦手で散財をしやすい人だ。だから私が頑張って家計をやりくりしているほどだ。そのためお金の出所がわからなかった。その時私はハッとした。慌てて私は通帳を確認した。嘘でしょ。なんと娘の大学の入学金用として用意していたお金がなくなっていたのだ。あなたどういうつもりよ。もしかしてこのお金を使って旅行に行くの？ああ、だってこれは俺の金だろ。俺は親孝行するんだ。その邪魔をするな。何言ってるのよ。これは私がパートで働いて貯めたお金よ。あなたが引き出した金額は理科の大学の入学金に相当する額よ。別にいいだろ。まだ通帳には金はあったし。夫はそうやって靴を履き出した。本当に信じられない。この男は一体何を考えているのだろうか。じゃあお土産買ってくるわね。そう言ってニヤニヤしながら家を出ていく二人。私は二人の背中を見ながらそっとつぶやいた。いつまでもあると思うな嫁と言え。私はため息をつき、心配そうに私を見つめていた娘を抱きしめた。お母さん、私大学に入れないの？うん、心配しなくて大丈夫よ。理科が頑張って合格した大学には必ず通わせるから。娘にそう言って私たちは卒業式に参加した。そして帰宅してから私はとある作戦を考えて実行することに。それはこの家を売ることだ。実は今私たちが住んでいる家は父の名義で買った家なのだ。結婚して割とすぐに子供ができただろ。まだケイタ君はそこまで稼ぎがないだろうし、私がミユキたちのために家を買ってあげるよ。そう言って父は私たちに家をプレゼントしてくれたのだ。きっと夫はそんな昔のことは忘れて自分が買った家だと思い込んでいるのだろう。だから私はすぐに父に連絡をして家を売ってもらうことにした。幸いすぐに買い手が見つかり、私は娘と一緒に引っ越しの準備を始めた。夫と義母の荷物については事情を説明して義弟の家に送らせてもらった。義弟は本当に兄と母がご迷惑をおかけしてすいませんと謝ってくれた。きっとあの二人と暮らしていた頃は義弟も苦労したことだろう。荷物をすべて撤去し終えた私と娘はとりあえず私の実家で一時的に住むことにした。するとハワイから帰国してきた夫たちから連絡が来た。おい、どうなってるんだ。なんで家の鍵が開かないんだよ。
ああ、それは家を売ったからね。私たちのものじゃないからすぐに鍵を変えたのよ。はあ？どういうことだよ。何俺の家を売ってんだよ。やっぱり忘れてるのね。あの家は私の父の名義の家でしょう。あなたとお母さんは越えてはいけない一線を越えたわ。だからもう私も容赦はしない。あの家にあなたたちの居場所はないし、私はあなたと離婚するわ。離婚？ちょっと待てよ、今さら離婚なんて何考えてるんだよ。今さらじゃないわよ。今も私はあなたたちに苦しめられてたんだから。まあ、あなたたちは家政婦を失って困るかもしれないけどね。そんな、っていうか俺たちの荷物はどうしたんだよ。それはあなたの弟に事情を説明して荷物を送らせてもらったわ。なんだと？何をしてくれてるんだ、みゆき。え？あいつと俺は仲が悪いんだ。ええ、知ってるわよ。でも他に送れるところないから仕方ないじゃない。とにかく私はもうあなたたちを許さないから。離婚については弁護士を通して話し合いましょう。そう言って私は電話を切った。義母がワーギャー騒いでいる声が聞こえてきたが、義母に電話を代わられる前に切って着信拒否をしてやった。その後、私は弁護士を通して夫に離婚を要求。夫は最後まで渋っていたが、最終的に承諾した。ちなみに義弟はやっぱり義母と夫から存在に扱われていたらしく、その恨みを少し晴らすために義母と夫の荷物を次々と売り払ったらしい。そしてそのお金で海外旅行へと旅立ったそうだ。義母と夫は残った荷物を回収したくても、義弟が旅行に行ってしまったので回収することができず、夫は慌ててスーツやカバンを購入してビジネスホテルから会社に通ったらしい。そして貯金が全くない彼らなので、新しい部屋を借りても家具や家電をすぐに揃えることができず困っていたそうだ。義母は今まで私に家事を押し付けていたし、さらには高齢になり体が思うように動かせなくなったので、現在は元夫が仕事をしながら家事をして、さらには義母を病院に連れて行ったりせざるを得なくなったそうだ。今まで私に押し付けてきたことのツケが回ってきたのは本当にいい気味だと思う。一方、私は父の知り合いの会社で事務員として働かせてもらえることになった。今は安定した収入を得ながら、娘の大学の費用も支払うことができている。これからも私は娘と自分の親を大事にしながら、シングルマザーとしてたくましく生きていこうと思う。亭主関白な夫と嫁いびりをする義母のコンビネーションって最低ですね。主さんはよく耐えたと思います。娘さんがいい子に育ってよかったですね。これからも親子仲良く、いろいろと協力し合いながら幸せな日々を送ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。